奥様のお気持ちはよく分かりました。私が思ってた通りのお方でした。お母様と旦那様の間でどんなにかおつらかったことでしょう。男のお子さんを亡くされたお母様のお気持ちは分かります。でも娘を復讐の道具に使うことに何のためらいもなかったのでしょうか。火の国の女は強いと聞いております。恐ろしい執念を見せていただきました。もうこれでおいとまいたします。お預かりしたお金の残り9562円、領収書もございます。お体大切に。失礼いたしました。